い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、年末も年末ということで2021年最後の動画になります。今回は2021年のベストコスメを紹介していきたいと思います。毎年結構やっているので、今年もまあやろうかなっていうふうに思って、私的2021年のベストコスメを紹介していきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。私がいつもメイクする順番で紹介していこうと思うので、まずは下地部門からいきたいと思います。私の2021年下地部門ベストコスメはじゃじゃん、こちらでございます。ナンバーズインの3番のこの下地なんですけれども、これがですね、割と最近出会った商品なんですけど、これに出会ってからもうずっとこれを使ってて、で、私最近マスクしてるっていうのもあるし、結構個人的にあんまりファンデーションとかを塗りたくらない方が崩れが気になることも少ないかなっていうのと、個人的にそっちの方が漏れる気がするんですよ。あんまりベタって塗っちゃうと本当にもう凹凸感がなくなっちゃって、より顔がこうバンとでかく見えちゃったりとかするので、わりかしナチュラルなベースメイクをするようになりました。これがノーファンデでいけるよっていう下地兼なんでしょう、トーンアップクリームというか CC クリームとかに近いんですかね。ファンデーションは別にやんなくてもいいよっていう下地になっていて、すごい毛穴をカバーしてくれるっていう感じはしないんですけど、でもある程度はカバーできたりするし、商品名にもトーンアップっていう名前が入ってるんですけど、こういった感じですごく自然なカラーで、これ1個だけでも本当に十分ね、肌がトーンアップするんですよ。でもすごく馴染んでくれるから、変な白浮きっていう感じもしないので、その人の肌のカラーに合わせてワントーン明るくなってくれるかなって思うので、これ気に入ってます。結構水分量もあるかなっていう気がするので、そこまで乾燥も気にならないし、やっぱノーファンデなのでヨレとかも気になることもないですし、これに出会ってからはもうほぼ9.5割ぐらいでこれをね、いつも使ってます。ちょっとなんか今日初めて言葉を発するので、うまく滑舌が回らないんですけど。では続きまして、コンシーラー部門に行きたいと思います。私の2021年ベストコスメコンシーラー部門はじゃじゃん、こちらでございます。ナーズのラディアントクリーミーコンシーラーでございます。ナーズって言ったら結構やっぱコンシーラーとかも有名だと思うんですけど、本当に人気の通りめちゃくちゃこれもよくって、コンシーラーっていろんなタイプがあると思うんですけど、これはチップがこんな感じでついててパッて塗れるので、そこもいいなっていうのと、あとやっぱりですね、崩れにくい気がします。長時間つけててもくすんできたなとかっていうのもあんまり感じないし、メイクしたての感じが長時間キープできるっていうのもすごくいいなっていう思いました。コンシーラーも結構サラサラなタイプだったりとか、もったりしたタイプがあると思うんですけど、これは多分分類で言うと若干もったりより、ま、だけどそんなにもったりもしすぎてないっていう、なのですごくしっかりとカバーしてくれつつも、めちゃくちゃ厚塗りだなっていう感じもあんまりしないし、あと乾燥とかもね、全然私は気にならなかったので、このコンシーラー私はすごく気に入ってます。私は1247番を使ってるんですけど、いろんなカラーもあるので自分に合ったカラーも見つけやすいかなっていう気がしたので、こちらはベストコスメに選びました。では続きまして、パウダー部門に行きたいと思います。私の2021年ベストコスメパウダー部門がじゃーん、こちらでございます。またまたナーズさんなんですけれども、ライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N でございます。これもすごく有名なのでご存知の方も多いかと思うんですが、プレストタイプなのでこんな感じで結構ね、固めのパウダーなんですけど、これをスポンジに取ってパッパッパってやっていくんですが、さっき下地これをね紹介したんですけど、これと一緒に使うことが多くて、まあ、やっぱこれだけだとちょっとそんなにベタつきはしないですけど、やっぱりちょっとペタペタする感じがあるので、それを私はパウダーで押さえていくっていう感じでいつもやってます。カメラで伝わるかどうか微妙なんですが、すっごい細かくパールが入っていて、これがねパンって肌を明るく見せてくれたりとか、小じわだったりとかくすみとかもうまく飛ばしてくれて、めちゃくちゃ肌が綺麗に見えます。であとすっごいサラサラするんですよね、これ塗った後。だからそのマスクとかにもペタってくっつく感じもないですし、もう一個いいのが、まあ、詰まってるとねこんな感じでホワイトな色をしてると思うんですけど、これを全部肌にパッてつけるわけではないので、実際に肌につけると透明なんですよ。なので本当に仕上げのイメージだから、逆にどんな肌色の方でも使いやすいと思うので、こちらのパウダーはめちゃくちゃおすすめです。では続いてアイシャドウ部門に行きたいと思います。私の2021年アイシャドウ部門ベストコスメがじゃじゃん、こちらでございます。
ます。3CE のマルチアイカラーパレットのオーバーテイクっていうカラーでございます。アイシャドウに関しては、ベストコスメを選ぶ基準がすごく難しいんですよ。やっぱりアイシャドウって結構メイクの中でも色々変える部分だと思うので、日によって結構変わったりとかっていうのはあるんですけど、割とこのアイシャドウを使うことが多かったかなっていう気がするので、これを紹介したいと思います。ピンクブラウン系の色をチョイスしたんですが、アイシャドウっていうといろんなカラーがあると思います。オレンジとか赤系の色だったり、ブラウン系だったり、カーキ系とか、ちょっとなんかグレージュっぽい感じの色とかあると思うんですけど、結構もう長年メイクをしてきて、しっかりと温かみのあるピンクブラウン系の色っていうのが、私にはすごく似合うのかなっていうふうに思ってて、そんな中でこのアイシャドウパレットが、もうすごいドタイプな色だったりとか、私に似合うかなっていうアイシャドウの色味だったので、今回こちらにしました。9色全部、本当に可愛くて、マジで捨て色がないんですよね。そこがやっぱりポイントが高くなってくるかなって思います。あと8色とかもあると思うんですけど、8色はもう申し分がないので、で、もう1個、めちゃくちゃ最近私がハマってるっていうか、私が持ってるコスメの中ではすごくベストなカラーだなっていうのがあって、この真ん中の、一番上のカラーなんですけど、このカラーがですね、涙袋にちょっとこういった明るめの色を入れるのにまたハマっていて、その涙袋にめちゃくちゃ最適なカラーなんですよ。人それぞれ肌の色だったりとかはあると思うので、合う色っていうのは違ってくると思うんですが、私はこの色がめちゃくちゃ自然に溶け込んでくれて、とても使いやすいし、盛れるっていうので、このカラーがね、マジで最近のお気に入りなので、こちらを選びました。では続きましてアイライナー部門に行きたいと思います。私の2021年アイライナー部門ベストコスメがじゃじゃん、こちらでございます。ラブライナーのクリームフィットペンシルアイライナーミディアムブラウンでございます。これはもう私の YouTube では何度紹介してきたかっていうぐらいマジで好きなアイライナーで、で確か去年もねこのラブライナーのペンシルのアイライナーをベストコスに選んでるんですけど、今年そのアイライナーがリニューアルして新しくなったんですよ。発色ももちろんよくってすごい落ちにくいんですよ。ペンシルのアイライナーなんですけど、割と一日中しっかりと濡れずにキープしてくれるので、そこがすごく気に入ってるっていうのと、あとはねめちゃくちゃ描きやすいんですよ。これ芯を見てもらうと分かると思うんですけど、こういう感じで平たい芯になってるんですよ。ペンシルなんですけど平たくなってるので、ずっとこの細い線が描きやすいよっていうのが私が好きなポイントなんですけど、リニューアルして一番私が変わったなって思うところが、リニューアル前のものは戻すことができなかったんですね。リニューアルして戻せるようになったはなったんですけど、こういうタイプのねアイラインって結構しょうがないのかなとも思うんですけど、一回出すと戻せない時があるんですね。このアイラインもぶっちゃけ戻せなくなっちゃいます。使い方の問題かもしれないんですけど、結構戻せなくなる確率が高いので、そこがやっぱりちょっとこういったアイラインのね難点ではあるかなと思うんですが、でもそれが別に直接メイクに関係してくるかって言われたら関係はしてこないのでしょうがないのかなと思って、そこはちょっとねあれですが、これはベストコスメに選ばさせていただきました。ということで続きましてマスカラに行きたいと思います。2021年ベストコスメマスカラ部門はじゃじゃん、こちらの2つでございます。左からラブライナーのオールラッシュマスクブラウンブラックと、クリニークのラッシュパワーマスカラロングベアリングフォーミュラブラックオニキスというカラーでございます。マスカラ部門2つになってしまったんですが、それぞれの良さがありまして、こっちのラブライナーのマスカラは多分去年も紹介したと思います。で私も動画でずっと使ってるのでやっぱりねっていう方も多いと思うんですけど、これのいい点としてはオールラッシュマスクって書いてあって美容成分が結構入ってるんですね。だからマスカラをしながらまつげケアもできるっていう、それもすごくいいなって思うし、そのせいかわかんないんですけど結構水分量が私的に多い気がするんですよ。なのでマスカラってダマになりやすかったりとかっていうのがあると思うんですけど、わりかし長く使っていてもダマになりにくかったりとかっていうのもあって、そこもすごく気に入ってるポイントです。あとはこのカラーブラウンブラック、私ずっと使ってるんですけど、ブラックだとちょっと強すぎちゃうけどブラウンだと弱いなって思ってる方にこれをぜひ使ってほしい。本当に絶妙なカラーなので、そこがマジで気に入っててずっとこれを使ってますね。ジップも結構小さめなんですけど、そこがまたコンパクトで塗りやすかったりとかもするので、そこもとっても気に入ってる商品でございます。でこれはね新入りちゃんなんですけど、私ずっと気になってたクリニークのマスカラなんですが、これがですねやっぱり塗りやすさが半端なくって、ブラシを見てもらうと分かると思うんですけど、クリニークねマスカラとっても有名だと思うんですけど、その人気な理由
理由がねめちゃくちゃ分かりました。使ってみてダマにもねなりにくいんですよ。本当にめちゃくちゃ綺麗にマスカラがついてくれるので、そこもとっても気に入ってるポイントです。まつげを綺麗に長く見せてくれるっていうのと、これ繊維がね入ってないマスカラになってて汚く見えちゃうっていうのも少ないですし、あとこれ1、2週つけてても全然にじまないんですけど、しっかりとお湯で落とすことができるので、そこも私は気に入ってるポイントになっております。まあ、ただカールキープ力だけが私的にもう少しあったら嬉しいかなっていう風に思うので、そこだけがねちょっとあれなんですが、まあなんかマスカラしたりと一緒に使ったりとかして結構よく使ってます。では続きましてチーク部門いきたいと思います。2021年チーク部門ベストコスメがじゃじゃん、こちらでございます。マックのミラライズスキンフィニッシュのグローバルグローというカラーでございます。これはですね、前にポップアップをやった時に来てくださった方がプレゼントでくださって、いただいてからもうマジでこれにハマってめっめっちゃ使ってます。ありがとうございます。本当にこんな感じのねカラーで細かいゴールドのねラメがしっかりと入っているので、本当にこれ1個だけでもすごいツヤンと見せてくれて綺麗なんですよ。であと色味もすごく可愛くてどんなメイクにも合いますし、今もつけてるんですけど、しっかりと温かみがあって血色感は出るけど、そこまでこう可愛らしく見えすぎないっていう、この絶妙なバランスがもう大好きで、私ずっとマックのハイライトがすごい好きって言ってると思うんですけど、本当粒子が細かくって出ながらもしっかりとキランって見せてくれるのが私がすごい好きなハイライトの種類なんですけど、そんな輝き方をしてくれるので、このチークもそこがとっても好きで気に入っております。では続きまして、そんなハイライト部門に行きたいと思います。私の2021年ハイライトベストコスメがじゃじゃん、こちらでございます。ディオールのバックステージフェイスグローパレット005番コッパーゴールドというカラーでございます。これもしかしたら限定だったかな、ちょっとはっきりと覚えてないんですけど、もし限定だったら本当にすいませんなんですが、このディオールのバックステージのシリーズのハイライトすごい紹介してる方もたくさんいて、実際ベストコスメにしてる方もめちゃくちゃいると思うんですけど、私さっきマックのハイライトがすごい好きだって言ったと思うんですけど、もちろんそれもすごく好きなんですが、このハイライトはもう種類の多さ、これ1個だけで4種類のハイライトが入ってるっていうのが私的にはすごく大きくって、部分によってハイライトの色を変えられたりとかもするし、気分によって変えたりだとかっていうのもできるっていうので、旅行の時とかにもすごくいいなっていう風に思ったし、もちろんもう文句なしに輝き方もすごく綺麗で上品なので、またこの彫刻というかディオールのロゴが彫られてる感じもめちゃくちゃ可愛くて、やっぱりこういう些細なところで女の子ってテンションが上がると思うので、ディオールっていう特別感もそうですし、こういう工夫だったりとかもねすごく気に入ってるので、こちらを選びました。はい、では続きまして皆さんお待ちかねでしょうか、リップ部門を紹介したいと思います。2021年リップ部門ベストコスメじゃじゃん、こちらでございます。はいはい、シュナタント、もうこれでしょってね思ってる方たくさんいたと思います。もうでもやっぱこれなんですよ、メイベリンのスーパーステイマットインクの70番でございます。あのですね、これは去年も同じで、去年もこれをベストコスメに選んだんですが、これしか考えられなかったです、本当に。っていうぐらい多分2021年半分以上はこのリップ使ってたと思いますまあこのカラーじゃなかったとしても、この種類のリップ、このメイベリンのリップを使ってましたね。ただね、これ結構好き嫌い分かれるんですよね。私はすごく好きなんですけど、多分苦手な方は苦手っていうリップにはなってくるかなと思うんですが、でも実際に友達とご飯行ったりとかしても、ご飯食べた後私のリップの色の持ち色の良さを見て、それどこのって聞かれたりとか、色味もめちゃくちゃ聞かれることの多いカラーですね、この70番が。まずやっぱ落ちない、今マスクするじゃないですか、私の顔の構造的にか分かんないんですけど、これ以外のリップをつけてると、まあ、大体のリップがですね、マスクにリップがまずついて、それが顔のいろんなところについて、マスクをパッて取った時にもうなんかスパゲッティ食べたんかってぐらいの唇が汚くなっちゃうんですね。でそれで私何回かめちゃくちゃ恥ずかしい思いをしてて、でもそれが一切ないんですよ、このリップは。だからもうこれを使ったらマジで元のリップに戻れない、本当に。もう何回かやってるんですけど、ウォータープルーフって水で落ちにくいってなるとイコール油性みたいな感じで捉えてもいいのかなって私は思うんですけど、油性って水で落ちないけど油では落ちるじゃないですか。だから脂っこいものを食べたりだとか、この上からリップクリームとか塗ったりすると結構簡単にするってね落ちちゃう場合もあるんですけど、でも本当に私はこれが今まで使ってきたリップの中で一番落ちないと思ってるので、やっぱその面でこれは大優勝かなって思います。あとは色味、ドタイプなカラーなので、こんな感じの何でしょう、ピンクとかオレンジもちょっと入ったようなあったかみのあるブラウンで、これがね、まあ、血色感もしっかりと出してくれつつもヌーディーな口元にしてくれるので、殿堂入りですね、もうもはや、殿堂入りですこれからも多分たくさん使うと思います。
というわけで今ですね、顔にやるメイクというかのベストコスメは紹介し終わったんですが、おまけな感じでもう一個ちょっと私がすごい気に入ってるアイテムがありまして、じゃじゃん、こちらシャネルのベルニロングトゥニュっていうマニキュア危なマスカラティーになっちゃったマニキュアでございます。去年ぐらいからですかね、自粛期間入ってからジェルネイルをしに行く習慣がなくなったんですね。今もこのカラーつけてるんですけど、自分でマニキュアする機会がめちゃくちゃ増えて、マニキュアって私すっごい嫌いなポイントが、乾くのがもう遅すぎて、で乾いたと思ってパッと触ったらなんか傷できるし、そのまま寝て起きたら次の日なんかホコリかなんかわかんないですけどめっちゃブツブツになってる時ありません私だけかな、それがすごい嫌で、でめちゃくちゃイライラしちゃうっていうのがあったんですけど、そのストレスからマジで解放されました。このシャネルのマニキュアに出会ってから、もちろんお値段もねまあまあしたりはするんですけど、やっぱその分本当にストレスがなくなったので、これはマジで出会ってよかったなっていうマニキュアですね。今4色ぐらい持ってて、これからもっともっと増やしていきたいなって思うマニキュアなので、これもちょっと紹介させていただきました。はい、というわけで今回はこんな感じで私の2021年ベストコスメを紹介してみました。いかがでしたでしょうか。去年と何個か同じものはあったと思うんですが、結構ガラッとね変わったところもあると思うので、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。みんなのねベストコスメも知りたいので、これ私出会ってよかったですっていうアイテムがあれば共有していただけると嬉しいです。オープニングでも言ったんですけど、この動画が2021年最後の動画になります。皆さん本当に今年も1年ありがとうございました。今年はそうですね、 YouTube で言うと20万人チャンネル登録者様が突破したりとか、あとはなんか今までは結構 YouTube で素をさらけ出すっていうことがあんまりなかったんですけど、今年はわりかし自分の考えてることだったりとか自分のことについていろいろと話せたんじゃないかなっていう気もしております。もちろんねずっと応援してくれてる方もそうですし、今年私と初めて出会ってくださった方もいるかもしれないんですけど、本当にね皆さんのコメントだったりとかですごく支えられて2021年も頑張ることができました。本当にありがとうございました。また来年からもですね、自分のペースにはなってしまうと思いますが頑張っていこうと思うので、ぜひぜひ来年もたくさんたくさんこのチャンネルを愛していただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では皆さん良いお年を。バイバーイ。